どうもロチュー TV です。ご覧いただけたでしょうか。こちらがロトの剣の火力となります。で、この5000ダメージ超えを超えるロトの剣、もうこれはロトを信じるしかないということで、今回ですね、まずはロトおよびロトの勇者についておさらいしていきます。ここから先はネタバレが含まれますので、ネタバレを回避したい方は3分52秒まで飛ばしてください。動画の後半部分ではこのダメージについて考察しています。大丈夫ですか？いきますよ。まずはですね、第1作ドラゴンクエスト、第1作であるファミリーコンピューターの RPG ドラゴンクエストで主人公の祖先である伝説の勇者の名前として初登場します。ロトによるメッセージやロトが残した武具、ロトの剣、ロトの鎧、そしてロトの子孫の証となるロトの印などが物語の重要なキーとして登場します。そして第2作ドラゴンクエスト2悪霊の神々では、主人公3名は第1作の主人公の子孫であり、すなわちロトの子孫でもあるということです。第1作に引き継いで登場するロトの剣、ロトの鎧に加えてロトの盾、ロトの兜も新たに登場します。この第2作の作中では、かつて勇者ロトと何らかの約束を果たしたという第一の精霊ルビスという女性が登場し、主人公たちをロトの子孫たちと見抜いてルビスの守りというアイテムを渡します。そして第3作ドラゴンクエスト3そして伝説へでは、前2作で称えられていたロト本人の勇者としての活躍が描かれます。彼の最終装備である王者の剣、光の鎧、勇者の盾、これが後のロトの剣、ロトの鎧、ロトの盾となったと考察されます。この第3作目のロトがその名で呼ばれるのは最後の画面であって、その時のセリフはこうなっています。そなたにこの国に伝わる誠の勇者の証、ロトの称号を与えようというものです。つまりこの第3作の主人公、第1作および第2作の主人公の先祖であるこのロトの勇者も、初めてロトと呼ばれた勇者というわけではなかったことがわかります。そして第11作ドラゴンクエスト11過ぎ去りし時を求めてでは、主人公が命の大樹に勇者の剣を収めに行くと、大樹の正体である青龍が姿を見せます。そして主人公こそがロトゼタシアを救った勇者、すなわちロトの勇者であることを認め、その活躍が後世に語り続かれるだろうと述べています。またいつか遠い未来で自分が闇に染まったら、再び過ぎ去りし時を求め、新たな勇者が世界を救うだろうとも述べています。つまり結論として、イレブンの主人公こそが最初のロトの勇者として定義づけられていると言えます。はい、飛ばした方はここからネタバレは大丈夫です。ということでね、まあロトおよびロトの勇者についておさらいをしてきました。時系列的にはこういう風になってるんですね。そして今回ドラゴンクエストウォーク、こちらのゲームでもロトの剣、そしてロトの盾やロトの兜、ロトの鎧が登場します。でこれがね、まあ、今回見てもらった通り5000ダメージ超えの、まあ、最強火力を叩き出します。でここからちょっとねダメージについて考察していくんですけども、まあ、まずねロトの剣っていうのは、まあ、竜王への特攻がついています。なんで今回、まあ、5000ダメージを超えてくるダメージを出せたと思うんですけど、まあ、普通にね雑魚戦で使ってもギガスラッシュ非常に強い威力を出します。私の場合、まあ、雑魚にギガスラッシュしたらまだパッシブとかも取り終わってないんですけど、900ダメージを超える火力を叩き出すことができます。そして竜王にはこのギガスラッシュで5480のダメージを出すことができました。これねやっぱねでかいのがこのロトの印ですね。やっぱり重要なキーアイテムでもあったんですけども、ドラクエウォークでも非常に強力なアイテムとなっています。まあ、デイン属性特技ダメージがプラス 10% っていう、なんか普通にストーリーというかイベントのクエストをペッてやったら取れるこのロトの印がめちゃくちゃ強い。
そういう面もあって今回5000ダメージ超えを出すことができています。で、心の状況はこのようになっていて、キングスライムが自由枠、虹色の枠で A で、キラーマシンが S で、つむりママが S の心をつけています。で、まず心の紹介をすると、キラーマシンの心 S はこのようになっています。力が58、そして特殊効果がスキルの斬撃対義ダメージがプラス 12% という、ゲーム内でね一番強い心とも言えると思います。そしてもう一つの S がつむりママの心です。これも力が71、そしてスキルの斬撃ダメージをプラス 7% するという、めちゃくちゃ強い心になってますね。で、あとはキングスライムの心が A ランクをつけています。力が72で、さらにスキルの斬撃対義ダメージが 6% アップしています。で、このキングスライムの心が S になったら、力が81、そしてスキルの斬撃対義ダメージがプラス 7% になるっていうところで、その計算でいくと、さらにですねダメージを伸ばすことができます。で、 1% まず上がるので、1% まず上がるので、50ダメージ以上が上がる、そして力も上がるので、さらにダメージを期待できます。で、ステータスはこのようになっています。攻撃力が586ということになっています。で、この動画を撮った後にちょっと気づいたんですけども、私これロトの鎧下がレベル1でやっていました。で、レベル1だと電印属性特技ダメージプラス 3% が発動していないので、この時点で、心も合わせて 4%、 そして力ももう少し上がるっていうところで、4% っていうと、200ダメージ以上が上がるっていうところで、5700ダメージとかを狙っていけるのは最低でもあるんじゃないかなっていうところです。で、さらにパッシブ盗賊と武闘家の力プラス10をまだ取っていないので、それを取ったら6000ダメージも狙えるんじゃねえかなっていうね、かなりロマンを感じています。なんで今後キングスライムの心を S にして、あとパッシブを取っていって、あとは戦士のレベルをあと3上げれるので、3上げると力が多分3以上は上がるので、そこでですね6000ダメージを狙ってやっていこうというねロマンが今あります。いや、マジで強いっす、ロトの剣。ぶっ壊れと言ってもいいです、今。対竜王に対しては、本当にその竜王に特攻もあるんで、めちゃくちゃ強いんですけど、この竜王がいなくなったとしても、このギガスラッシュという非常に強い全体攻撃スキルがあるんで、結構一生もんの武器なんじゃないかな、みたく今は思っています。ということでね、ロトを信じろ。マジで6000ダメージとかも狙えるんじゃねえかなって、本当にロマンある武器だなと思います。あとはですね、他の武器のダメージ検証とか、他に使える攻略、ドラゴンクエストウォークの攻略、いろいろ考察なども動画上げていきたいと思います。いや、まだまだねやることがいっぱいあって、本当に楽しいです。いや、ドラクエウォークめちゃくちゃ楽しいっすね。今後も動画を上げていこうと思うので、少しでも参考になったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではのっちん TV でした。またな、バイバイ。So I said no, 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 it was supposed to be my plan to kill. What did you do to me? I killed a no one to free for champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my plan to kill. What did you do to me? I killed a no one to free for champions. I can't believe you're trolling.